い、広島手芸雑貨店レチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、1日1つの手作りをご紹介していきます。本日は店舗の方に遊びに来てくれた小学生2人が作ったネックレスをご紹介したいと思います。そこで、レチェは広島にありますので広島弁バージョンでやってみたいと思います。分かりにくいところはここに、標準語の字幕を出しますので、では早速どうぞ。始めていきます。広島弁だとおかしいですね。まず、はい、キューピンという金具を、はい、17センチのキューピンを用意します。ここに、ビーズ、ガラスビーズを一つ入れて、おいで下のとこ押さえたら、この付け根のところをポキッと90度に曲げてください。はい、そして付け根の部分から7ミリぐらいのところをニッパーでカットする系、ほいで飛ぶ系、ここを手を押さえてから、はい、でこんな感じで7ミリで切れたら、人差し指で下のところを押さえてビーズが動かんようにしとってから、丸やっとこ、この丸やっとこを手を裏返しにして、ここの端っこをギュッと持ったら、この持った手の方に力を入れて、それを手を戻すような形でぐる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 っと巻いてみたら、はい、こんな感じで丸感ができます。全然広島弁になってないですね。それでこれできたら、もう一個の方も同じように、はい、同じものをもう一個、もう一つ作ります。ここをポキッと折ったら、よ、下のとこ押さえてから、で付け根から7ミリのところをニッパーでカットして、そして丸やっとこう用意して、この端っこのとこをギューッと持って、手を裏返しにしたら、この手を戻すような感じでぐるぐると巻くと丸感ができます。はい、そして、この花の濃いピンクのパーツ、ここのところを今作った丸感ちょっと開いて、こうやってずらして、こうやって開けたら、この開けたところにこの花のパーツを入れて、ほいでまたここの丸カンところを締めます。ピッ、ほいで締めたら、もう一個のところのビーズもここの丸カンをピュッと開けて、ほいでここのところに、花のところに入れて、でこの丸カンをまた元のようにピタッと閉じます。そうするとこんな感じでビーズにつながります。はい、これでここまでできたら、今度、細いチェーンがあるんですけど、これを70センチにカットしてあります。でこの端っこと端っこのところにですね、丸カンをつけたいんですけど、いつも使ってる丸カン 0.6 ミリでちょっと太いので、今回は C カンと呼ばれる楕円の細いタイプを使います。これだと細いところも入るので、いろいろ大義ことにならん感じで、でピッと、はい、こんな感じですんなり入りました。これ作った小学生が丸カンが入らなくって本当に大変だったので、そしたら今作ったこのお花のパーツの端っこですね、ここを引っ掛けて、おいでこの C カンを閉じます。そうするとチェーンの端っこのところに、はい、こんな感じでくっつきました。ほいでもう一個の端っこのところも同じように C カンで留めていきます。なかなか広島弁でやるいうのは難しい難しいような気がしてきました。こうやって C カン通したら、ここのもう一つの端っこのところのここの丸カンを通して、ほいでこの C カンを閉じてみます。ほい、はい、そしたらこういう感じで、ネックレスのトップが来て、こうチェーンが、はい、ぐるぐるぐるっとあります。でこれで通しても、あの70センチあるから頭をかぶって全然つけれるんですけど、ここからが小学生たちのアイディアだなと思いました。これ2つに折って、でそれでいつも使っとる4ミリの丸カン、はい、直径4ミリの丸カンをここ開きます。開いたらカニカンを
取り出して、はい、こういう金具ですね。この金具を取ってこの2つに折ったチェーンのところにこういう感じで2つにこう折ったところに丸カンをくっつけてこの丸カン閉じます。ピタ。ほいでまたもう1個の丸カン用意してよ。でこれも開いてひでチェーン2つにこう折っとるところ、折っとるっていうか、まあ、こういう感じでチェーンをすくいます。でここ動いてます。多分この丸カンだとチェーンに入らんのでこのまんまにしてからで丸カン閉じます。はい、これで完成です。右利きの人はカニカンを持つ手が右手にあると止めやすいと思うけ、こうやって持ってからいいよ。こうやると、はい、この丸カンをだるまカンの代わりに引っ掛けたりすると、はい、こんな感じで、45センチのネックレスができます。でチェーンが2つになるのでちょっと変わっとってええかなーいう、はい、小学生のアイデアでした。どうじゃったですかいかがだったでしょうか。はい、とっても簡単ですのでぜひ試してみてください。広島手芸雑貨店レチェの向枝でした。今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますのでぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましてもこんなの入れてほしいとか、まあ、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向枝でした。